私は劉備殿を探す。張方と関公は南へと軍を進めてくれ。護衛願えた奴らが南にいるらしい。俺が行くか。関公は一郎を頼む。私も十分に戦えると言ったはずだ。父上の敵、この手で取らなければ。 ダメだ、どうしようもねえ。ダメだ、どうしようもねえ。ここで終わりたくはない。 どうすべきだ。長飛のガキが首相にも敵討ちでか。お前もあの世に送ってやる。仕込められたか。何も怒らせんか。関係ねえ。お前ら全員ぶちのめすだけだぜ。こんなことさせんなって。この首もらい受ける。 いざ。その勢い誰にも止められますまい。あんま怒らせんなよ。これ以上は撃たぬか。伝令、敵の家系部隊が林へ向け進軍開始。 聞いているのは関東のようです。戻って家系部隊を倒すか。先へ進むか。どうしたらいいんだ。やっぱ一人だと厳しいよな。関東のやつ無理してなきゃいいが、孤軍で来ると 親同様自信過剰なやつだ。あんま怒らせんなよ親父に。合わせてやる。できねえ。あんま怒らせんなよ。できねえ。冗談じゃねえ。俺たち。 今こそ俺の見せ場だぞ。よしに火を放て。くそ、火をつけられちまったか。こりゃ尊敬を打てる状況じゃねえな。伝令、劉備様を発見。リクソンと交戦中です。 急いでお助けしなければなりませんね。さあ進むぞ。本郷を滅ぼし兄弟たちの敵を討つ。このまま劇場に任せ、進んでは危険です。殿を脱出地点をお連れしましょう。 兄弟の敵を討たねばならんのだ。殿、しっかりなさってください。今は陣を失ってもらいます。陣、分かった。
ユービメ、冷静に下がる判断ができたとはな。よし、今こそ奴を追い立てるのだ。 撃つ、またとない好機です。あなたの邪魔はさせませんよ。敵を撃ち払ってくれたか。助かったぞ。 いつもながらお見事な武器だな。策の出番もありません。ここでついるか。
私の危機を察してきてくれたか。世話をかけるな。もう我慢できねえ。こんなことさせんなって加減にしとけ。よくやってくれた。打ち取ったからな。
その調子でお願いしますよ。
諸君は医療に孫悟の軍を破り戦に勝利した。しかし諸君はその先へと進軍することなく白帝城へと引く。自ら軍を率い戦った劉備が病の床に伏したためである。諸君の諸将と万民が心配する中、弱まっていく劉備の命だが、劉備自身はそれを静かに受け入れていた。未だ道半ばだが生きた。己として生き戦い抜いた。大志を掲げ天下万民を思い、時に己の情に従って。だから悔いはない。この終焉をも己の運命と思える。この先は後に続く者たちがそれぞれの道を戦い抜くだろう。ならばこの命は今桃園に誓い合った義兄弟たちのもとへ。英雄は戦乱の世から解き放たれる。劉備様は、劉備様は大丈夫じゃろうか。これを劉備様に食わしてやってけれ。劉備様、劉備様。諸葛亮、あとを頼む。諸君の皆、私たちの仁の志を。将校だろ。辛い思いをさせてすまなかった。玄徳様、私幸せだった。おお、雲長、よくとく、どこへ行っていたのだ。いや、玄徳様、行かないで。ああ、何か。私たちはいつまでも共に。玄徳様。仁徳の英雄劉備は医療の戦を終えると静かに世を去った。蜀漢の帝位は劉備の師子劉禅が継ぎ、諸葛亮がその補佐となる。諸葛亮は孫悟に使者を送ると関係を修復、両者の名を新たにした。またその後諸葛亮は異民族の多い南中へと出兵、彼の地を滑る大王孟獲を振幅させ、一帯を平定した。これで孝子の憂いなし、覇道を進む大国魏を倒し乱世を終える。4年に及ぶ入念な準備を経て、諸葛亮は魏に対し北伐を開始した。まず北の各軍を制してから長安へと進み、その先の巨匠を目指す。道は遠大。しかし何としても亡き劉備の悲願を遂げるため、自らを奮い立たせ、諸葛亮は魏が守る天水の地へと向かった。
趙雲、正妻、そして神帝龍禅も各々の思いを胸に戦場に立つ。託された思い果たしてみせる。